しくなると尋ねる坂道の古本屋、立ち読みをする君に会える気がして、心がシュンとした日は昔なら君がいて、ほどけては冗談で笑わせてくれた。青春は長い坂を登るようです。誰でも息を切らし一人立ち止まる。そんな時君の手の優しさに包まれて気持ちよく泣けたなら幸せでしょう。ペンキのはげたベンチに手のひらを当ててると、君のいたぬくもりを今も感じます。青春は長い坂を登るようです。誰かの強い腕長い坂を登るようです。誰にもたどり着ける先はわからない。そんな時ほら君が慰めにかけてくる幸せな